ジャンパースカートを身につけた女性伝統的なピナフォアを意識したジャンパースカートの制服を身につけたインドの女学生ジャンパースカートは袖のないエプロン状の婦人や女児用のワンピースの総称ジャンパードレス、エプロンドレスと称されることもあるアメリカ英語ではジャンパードレスまたはジャンパーといいイギリス英語ではピナフォアドレスとはブルーオーバーのことを意味する ジャンパードレスとは、その名の通り、ジャンパーの上から着られるエプロン状の衣服のことを指す。ピナフォアと呼ばれる、胸当てと肩紐を備えたエプロンのデザインを元にした衣服だが、背中が開いていない点で、エプロンとは違っている。通常ブラウス、シャツ、セーターなどのトップスの上に着用し、一枚では着ない。襟や短い袖がつくものもある。活動的で、 胴を締め付けないので、子供服、制服、マ、ま、タニティドレスに取り入れられることが多い。胸当て付きのサロペットスカートや、紐でツルツリスカートもジャンパースカートに含まれる場合も、ある。ワンピースは、袖がありそれ一枚で着用するもので、ジャンパースカートとは区別される。ジャンパードレスとは、ジャンパーの上から着られる衣服という意味だが、アメリカ英語には、ジャンパーと呼ぶものが存在しないため、 アメリカではジャンパードレスのことを単にジャンパーと呼ぶことがある。イギリス英語ではピナフォアドレスという。エプロンであるピナフォアの背中が開いているのに対し、衣服であるピナフォアドレスは背中が開いていない点が違っているが、現代のイギリスではしばしばピナフォアとピナフォアドレスの言葉が混同されており、ピナフォアドレスのことを略してピナフォアあるいは ピニーと同義の意味しか持たないなどと呼んでいる。アメリカ英語でピナフォアといった場合、胸当てと紐のついた普通のエプロン以外の意味はない。ただし、ピナフォアとエプロンの言葉が混同されており、ピナフォアではないエプロンのことをピナロレと呼んでいることがある。日本ではエプロンとドレスの言葉の区別がついておらず、しばしばピナフォアエプロンのことをエプロンドレスと呼んでいる。 衣服の背中が開いていない場合はドレスであり、エプロンドレスタイプのジャンパースカートのことを意味するが、背中が開いている場合はドレスではなく、エプロンであり、ピナフォアのことを意味する。いずれにしても日本語で言うエプロンドレスは、現代人が料理をするときなどに着るエプロンとしての、ピナフォアではなく、19世紀にイギリスで、主に女子向けの衣服として着られていた。 伝統的なピナフォアをイメージしているものが多い。ジャンスカと略称される。ありがとうございます。